デンハム・ブラウンことデンハム・ W ・ブラウンは、カナダ・オンタリオ州トロントのプロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード、198センチメートル、100キログラム。コネチカット大学では2年時に、チームは、NCWA トーナメントに優勝した。4年時の NCWA トーナメントでは、ジョージ・メイソン大学との試合で、ブザービーターを決めて、 オーバータイムに持ち込んだが、決勝3ポイントシュートを外し、チームは84から86で敗れた。バスケットボールカナダ代表として2003年のバスケットボールアメリカ選手権予選に出場。先発出場はなかったものの10試合で平均20分出場し、12.4得点、4.2リバウンド、1.0アシストを上げた。2004年には4カ国トーナメントに出場。 平均23.3分に出場し、13.8得点、5.3リバウンド、1.3アシストを挙げた。2005年も代表でプレーしたが、2006年は NBA に挑戦するため、代表ではプレーしなかった。2007年バスケットボールアメリカ選手権でもプレーしている。2006年の NBA ドラフト二巡40位でシアトルスーパーソニックスに指名された。 プレシーズンゲーム2試合で8得点5リバウンドの成績を残した後10月26日にソニックスからウェーバーされた NBA デベロップメントリーグドラフト一巡8位でタルサシシックスティクサーズから指名された2006から2007シーズン終盤にタルサを退団トルコリーグのガラタサライでプレーしたタルサでは平均19得点を挙げた 2007から2008シーズンはセリエ A のパラカネストロ・カントゥでプレーした。2008年11月7日、NBA デベロップメントリーグドラフト一順9位でユタフラッシュから指名された。2008から2009シーズンはダコタ・ウィザーズでプレーすることとなった。同年12月19日、負傷のためウェーバーされた。2009年3月4日、D リーグのアイオア・エナジーと契約した。 2010年6月には、フィリピンプロバスケットボールリーグのチームで3週間、プレーした。2011年10月11日、NBL カナダのオシャワーパワーと契約した。ありがとうございます。